みんなの心にググッと群馬帝国。どうも群馬帝国民です。群馬帝国民のみんな、いつもご視聴ありがとうございます。そしてチャンネル登録して群馬帝国民になられてないあなた、ぜひチャンネル登録して群馬帝国民になってください。本日私がいるのはこの上毛かるたの野の札、昇る春菜のキャンプ村です。私の地元です、昇る春菜のキャンプ村。ちなみにこれね、まだやってないんですけど、ロープウェイすごい有名なので、皆さんね、オープンしたら必ず登ってください。上からね、スカイツリーや富士山も見えたりしますよ。最後にプレゼント企画やっております。この群馬帝国缶バッジ、動画内でこれの応募方法のキーワードを発表するので、ぜひそのキーワードを入れて応募してください。概要欄にプレゼント方法の詳細を書いておくので、ぜひチェックしてください。どんどん応募してね。私が現在いるのが群馬県の榛名山です。赤城山、妙義山とともに上毛三山の一つに数えられる榛名山。あそこに見える山が榛名富士、そして目の前に広がる綺麗な湖が榛名湖です。この榛名富士、なぜ榛名富士と呼ばれているかというと、それは昔富士山に匹敵する大きさだったからと言われています。日本昔話によると、2匹の大天狗がでかい山をどちらが作られるかと勝負したそうです。それが富士山と榛名富士です。榛名山は古来神の宿る聖地とされてきました。その伝説が由来だとも思われます。しかし大昔に榛名富士は大噴火が起こり、山は半分に、そして噴火の跡が湖になったと言われています。かの有名な日本昔話でもそのように話されております。ここでうんちくを一つ。榛名山は赤城山と同じく一つの山体の総称であり、同名の峰は存在しません。以下の山が合体してできています。家紋ヶ岳、すももヶ岳、いぐら岳、ビングシ山、烏帽子岳、榛名富士、蛇ヶ岳、根牛山、ほうき山、五万石、水沢山、二つ岳、相馬山、三峰山、天目山、以上が合体しています。ちなみに榛名富士山頂にはロープウェイで行くことができます。そこに双眼鏡があるのですが、それを除けばスカイツリーや富士山を見ることができます。夏は榛名湖の花火大会、冬はイルミネーションと、とても素晴らしい観光地になっております。釣りを楽しんだり、ボートに乗ったり、ポニーに乗ったり、サイクリングをしてもいいところです。近年では榛名ヒルクライムも盛り上がっております。あの弱虫ペダルで有名な作者も参加しております。ちなみに榛名ヒルクライムのキャラクターデザインは弱虫ペダルの人がやっております。他にはイニシャル D の聖地で有名です。なので榛名湖に遊びに来ると必ず86の集団と会うことでしょう。しかも全員パンダトレノだと思います。そして食べ物はワカサギが有名です。帰りはパワースポットで有名な
半田さんに立ち寄ってからお帰りくださいませ。ちなみに春菜には非公認ゆるキャラ春菜うさぎというものがいます。春菜うさぎはデザフェスやコミケに時々参加して群馬県を広めている存在です。もしかすると春菜うさぎも群馬アメイソンが関わっているかもしれません。これ以上深くこの話題に触れると群馬の秘密結社群馬アメイソンに消されるため、この辺にしておきましょう。ちなみに私も群馬帝国民として世界に群馬帝国民グッズを販売しております。ぜひこれを見てる皆さんも群馬帝国民 T シャツを着て世界に群馬県を知らしめましょう。今後とも皆様、群馬帝国民をよろしくお願いします。そして群馬帝国をよろしくお願いします。群馬帝国万歳。しばらくこの素晴らしい景色をごゆっくりお楽しみくださいませ。今回はあいにくの天候不良でしたが、天気のいい日はもっと素晴らしい景色がご堪能できます。ぜひ皆様、半田湖に一度足を運んでください。そして元気のある方は半田富士に登山をして、めんどくさい方はロープウェイを使い山頂に行き、ぜひそこから下界の風景を一望してみてください。天上人の気持ちが味わえることでしょう。